はい、それではここからはですね、テキスト 4.3 節 の、 拡張ユークリッドのご助法について、説明したいと思います。実はこの授業の中で一番メインなトピックというのはこの拡張ユークリッドご助法です。で、どこが拡張かっていうんですね、多分数学ですと、特に純粋数学ですと、ユークリッドのご助法で話は済んでしまうので、それ以上のことはほとんど考えないと思うんですけれども、その計算という観点からすると、そのこの拡張というのがいろいろ、聞いてくるし、役に立ってくるという話になっております。で、どこが拡張かということなんですけれども、例えば A と B を整数としまして、D がですね、A と B の最大公約数であるときに、多分どこかで聞いたことあると思うんですが、この時にある整数 S と T が存在して、D イコール SA プラス TB という関係に成り立っているというのは皆さんどこかで聞いたことがあるかと思います。で、この拡張ユークリッドのご助法というのは、この A と B にそれぞれかかっている S と T を効率的に計算するという方法です。で、実はこの S と T の計算方法というのは、多分そのこれまでの数学で取り扱ったユークリッドのご助法でも登場しているとは思うんですが、それはどちらかというと、その GCD まで計算し終わってから、その計算の履歴をどんどん遡っていけば S と T が出てきますよっていうような形で説明をされているものがほとんどだと思います。高校の数学でも一部そういう説明をしているものがあります。しかし、これから説明する拡張ユークリッドのご助法を使うと、そういう面倒な計算の遡りをしなくても、このユークリッドのご助法で R の I を計算しながら、同時にこの S と T を計算することができます。ということで、その定理をですね、これから述べます。この定理もテキストの方には書かれていませんので、定理の EEA というふうに名前を付けておきました。The Extended Euclidean Algorithm の頭文字を取って EEA というふうに名前を付けております。で、その定理なんですけど、まず、A と B を整数として、これは A が B 以上で B が0以上の整数とします。で、先ほどの剰余付き序断によって、そのラムダ、0以上のラムダに対して、まず R の1から R のラムダ、プラス1と Q の1から Q のラムダを先ほどのユークリッドのご助法と同様に定めます。で、今回はさらにこの S0、S1 から S ラムダ、S ラムダ1っていう数と、それから T0 から T ラムダ、T ラムダ1っていう数を次のように定めます。まず S0 は1、T0 は0と置きます。で、次に S1 は0、T1 は1という置きます。で、i が1以上の場合なんですけど、今度は s の i プラス1は s の i マイナス1マイナス siqi。それから t の i マイナス1は、t の i プラス1だ、ごめんなさい、t の i プラス1は t の i マイナス1マイナス tiqi と定めます。で、ここで qi というのは何だったかっていうと、先ほどユークリッドのご助法を定義したときの r の i マイナス1を r の i で割ったときの小ですね。だからユークリッドのご助法で使った小を使って、この si プラスとか ti というのを順番に定めていきます。で、以下、これいちいち、1個ずつ書いてもいいんですけど、実はこの R と S と T ってセットでまとめて計算することができますので、このような書き方にしておきます。R の i プラス1と S の i プラス1と T の i のプラス1っていうふうにはこう3つ組みにしておきまして、これをそれぞれの変数の i マイナス1番目のものから qi かけるそれぞれの変数の i 番目のものを引いたものとして定義すると。いう形で、そうですね、これ、あんまり下部といったような厳密な定義はしてませんけれども、そういったような形で、こう、三つ組みの間で、こう、演算を、これから表記することがありますので、注意してください。で、この時の主張ですけれども、次は何かします。まず1番目としまして、i が0からラムダプラス1に対して、
先ほど定義しました SI と TI を使って SIA プラス TIB イコール RI が成り立ちます。で特に、GCD A と B の GCD に関しては S ラムダと T ラムダを使って S ラムダ倍の A プラス T ラムダ倍の B が GCD の AB に等しくなります。まずこれが一つ目ですね。それから二つ目は、もし A が正ならば I が0からラムダプラス1に対してこの SI と TI の絶対値ですね、大きさに関する性質なんですけれども、TI の絶対値は A 以下、それから SI の絶対値は B 以下が成り立ちます。で、さらに、A が1より大きくかつ B が正ならば、この T ラムダ、T ラムダってこの最後の要素ですね、T ラムダは2分の A 以下、かつ S ラムダの絶対値は2分の B 以下が成り立ちます。で、その証明です。まず2番目 の, その SI とか TI の大きさに関する性質は今日は時間の都合でここでは省略しますが後日また触れると思います。ということで今回はその1番目の性質だけ示しておきます。これは I に関する機能法で示します。まず I が0と1の時は明らかに成り立っていますので各自で確認しておいてください。で、RI がですね、2以上の時ですね。で、この時に、その i-1 まで、この性質が成り立っていると仮定しましょう。で、この時に RI というのは、その、ユークリッドの誤助法の定義から、これ R の i-2 を R の i-1 で割った、乗与でした。あ、じゃあ、ごめんなさい。待ってね。いいですよね。乗与でした。でそれは R の i-2 から Qi-1 かける R の i-1 をこう引いたものとして、RI、乗与の RI が求まっておりました。で、ここでまず右辺の R の i-2 と、それから R の i-1 に対しては、これは機能法の仮定から、例えば R の i-1 は S の i-2 倍の A プラス Ti-2 倍の B というふうに書けますし、それから R の i-1 も機能法の仮定から、これ S の i-1 倍の A プラス Ti-1 倍の B というふうに書くことができます。で次に、この2行目の式ですね、これを展開して、今度は A と B に関してこうまとめてしまいます。そうすると A と B に関してはこのような形でこうまとまるわけですね。で、実はこの、例えば A にかかっているこの式を見ると、これっていうのは実は SI の定義になっているわけです。それから B にかかっているこの式も、実は TI の定義になっていたということで、その RI も実は SIA プラス TIB という形で表せるということが分かりまして、結局 I の時にも主張が出てたということで、機能法が完成します。ここまでいいでしょうか。で、一応これに基づきまして、拡張ユークリッド誤助法のアルゴリズムを次のように書きました。入力はユークリッドの誤助法と同じで F と G ですね、R の弦 F と G なんですけれども、出力はこのような出力ですね、D と S と T、これは R の弦の三つ組みです。で、まず D は F と G の GCG です。それから S と T は SF プラス TG イコール D を満たすような S と T ですね。で、この D と S と T の三つ組みを出力するというのが、この拡張ユークリッドの誤助法のアルゴリズムです。で、ステップ、各ステップが簡単に説明しますと、まず1ステップ目では、必要な変数の初期化を全部やってます。まず R0 に F を代入する、S0 に1を代入する、T0 に0を代入するということをやりまして、R1 には G を代入、S1 には0を代入、T1 には1を代入して、最後に I に1を代入しておきます。で次に、2ステップ目は、この RI が0でない限り、繰り返すんですけれども、まず、R の i-1 を R の i で割って、その小を Qi、乗与を R の i プラス1と置きます。で、次に、この S の i プラス1と T の i プラス1をこう計算するわけですね。これは先ほどの、拡張ユークリッド誤助法の定義に基づいて計算を行っております。で、i を1加えて、ループを繰り返すと。ということで、最終的にこの R の i プラス1が0になったら、
D には R の i マイナス1、それから S には S の i マイナス1、T には T の i マイナス1を代入した上で、この D と S と T の組を介してアルゴリズムを終了するという流れになっております。というわけで、まあ、いきなりアルゴリズムを出されても、ちょっと、あんまりピンとこない人もいるかもしれませんから、一応テキストに例題がありますので、例題もちょっと見ていきましょう。これはテキストでは例題の 4.23 というところに上がっております。で、ここでは F が119、それから G が35という整数に対して、拡張ユークリッドの誤助法を、こう、計算しましょうということをやっております。で、まず定義からですね、定義というか、アルゴリズムのステップで、R0 は F を代入するので119、R1 は G を代入するので35、それから、S1T、S0、T0、S1T1 というのもそれぞれ値を代入しておきます。で、まず最初のバリアのステップでは、R0 を R1 で割ったですね、小を91。で、上位を R2 と置くんですが、この91を使って、あと R0、S0、T0 と、それから R1、S1、T1 を使って、この R2、S2、T2 っていうのを出すと、R2 が14、S2 が1、T2 がマイナス3というふうに出てきます。で、以下同じように、今度は R1 を R2 で割った時の小、92を使って、あと R1、S1、T1 と R2、S2、T2 から R3、S3、T3 というのを導くと、これがそれぞれ7とマイナス2と7になります。で、さらにもう1ステップですね、この計算実行すると、R4 と S4 と T4 の組が0と5とマイナス17になります。ここで R4 が0になりましたので、計算が止まって、R の3がですね、7がこの119と35の GCD と。いうことになります。で、そして、その7にですね、をどういうふうに表せるかというと、これマイナス2かける R0 プラス、7かける、R1 ですね。この R3 と、S3 と T3 を使って、このような関係式を得ることができます。で、大体その今まで多分皆さんが習ってたそのユークリッドの誤助法ですと、この下の式の形を得ようと思ったら、この段階で、多分計算をずっと遡っていって、この最初のステップまで遡って、まあ、こういう関係式を得てたと思うんですけれども、一応拡張ユークリッドの誤助法を使うと、そのこういった関係式が同時に各ステップで得られているという点に注意してください。はい、というわけで、今回の授業のまとめです。今回は可換化の基本的な定義の復習をしました上で、まずユークリッドの誤助法について説明をしました。で、さらに引き続いて拡張ユークリッドの誤助法の、性質、アルゴリズムですね、アルゴリズムについて説明をしました。次回の内容ですけれども、まず拡張ユークリッドの誤助法の性質についていくつか補足していきたいと思います。それからあと拡張ユークリッドの誤助法の応用としまして、次回は方逆弦の計算というのを扱います。これはテキストでは 4.7 節にありますので、必要な人は予習をしておいてください。それでは以上で今日の講義は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。